ドミニケ・ピントは、ドムラ・ネナのステージ名でも知られる、ブラジル出身のシンガーソングライター、チェリスト、音楽プロデューサー。ソロのミュージシャンとしての活動音楽ジャンルは、ブラジル、パリ、アルゼンチン等の音楽要素、そして室内楽や南米民族音楽の要素をも、含んだ、ワールドミュージック系。歌は、母国語である、ポルトガル語のほか、スペイン語、英語、 フランス語の歌詞の楽曲も作り歌っている。ブラジルの港町ポルトアレグレにドミニケヘピントとして生まれる。生まれ故郷のブラジルと父が博士号を取得するための都合で引っ越したパリで生活する幼少期を過ごした。4歳からピアノを習い始め、6歳頃からはチェロに惹かれだし、10歳の時自分はチェリストになりたいと強く自覚する。だが、その1年後、 家族はブラジルに帰国。ドミニケは、ブラジルでチェロを本格的に学べる学校を探したが、見つからず、意を決して、13歳の時、チェロの勉強をするために、家族と離れ単身アルゼンチンへ移住。当時アルゼンチンのブエノスアイレスに住んでいた、チェロの女神と呼ばれるほど、世界的に巧妙な、米国人チェリストクリスティーン・ウォレブスカに支持し、チェロの腕を磨く。 このアルゼンチンでのチェロ修行時代に、年上の文化生たちから、ラネーナというあだ名をつけられたのが、その後もついて回り、彼女のステージ名、ドムラネーナへとつながることになる。ちなみに、ラネーナは、スペイン語、ラニーニャの南米地域でのスペイン語方言である。ドムラネーナは、親元を離れ単身で、ブエノスアイレスでのチェロ修行をした、当時のことを振り返り、13歳という若さで、 家族と過ごす大切な時間やいろいろなことを犠牲にしてアルゼンチンへ乗り込んでいったけれど後悔は全くしてないです。それくらい自分はチェロに恋焦がれていたんですと語っている。初期の音楽活動では再びパリに移り住み、本名のドミニケ・ピントの名で女優で歌手のジェーン・ワーキンのコンサートツアーでチェロを担当するなどチェリストとしての音楽活動を積み重ねた。 ジェーン・ワーキン以外にも、カミーユ、エティ・エンヌ・ダオーラフランス人歌手や、イギリス、スイス、ラトビア等欧州県各地のバンドやミュージシャンらの、公演に、チェリストとして参加している。2013年1月、歌手、ドムラン・ネナとしてのデビューアルバムエラを発表。同年2月下旬、NPR の音楽番組 ALT、ラティーノとウィークエンドエディションは、それぞれ別々の観点から、 ドムランネナの楽曲の魅力や彼女の経歴等を紹介した。ALT ラティーノでは2015年2月上旬にも同年3月発売のアルバムソヨからの楽曲を紹介し、エラは様々なサウンド要素が詰め込まれた興味深く美しい楽曲アルバムだったのに対してソヨはそれとは正反対に色々なサウンド要素を詰め込まずそぎ落として、 彼女のボーカルや歌詞が強調される楽曲中心のアルバムになっているが、エラを聞き大ファンになった時と同様に、ソヨの楽曲も大好きになったと評し、かつ彼女がアーティストとして成熟していく過程で大きく前進しているのを感じられるアルバムだと評した。ドムラネナ本人は彼女の音楽には自身の子供時代へのノスタルジアが多く含まれ、また、 そういう子供時代の経験にインスパイアされた音楽であり、そこには無垢な子守歌的な雰囲気があると思う、と2013年のデビューアルバム時点では語っている。ここの項目の主要ソース、2014年時点では、既婚者、ありがとうございます。